ロケット軍司令官異例の交代、幹部汚職で調査か、中国。中国軍は31日、核ミサイルを扱うロケット軍の司令官に新たに王光賓氏が就任したと明らかにした。同軍政治委員にはジョ・セイセイ氏がついた。国営中央テレビが伝えた。香港紙サウスチャイナモーニングポストによれば、司令官と政治委員を同時に交代させる人事は極めて異例。同氏などはこれに先立ち、李玉兆前司令官らが汚職で調査を受けているという観測を伝えていた。王氏は海軍副司令官、徐氏は南部戦区からの異動となる。両氏は31日、中央軍事委員会の上昇昇進式に出席し、習近平中央軍事委主席、国家主席から上昇に任命された。ロケット軍の派閥争いを感知した習主席、建軍節控え首脳部交代。中国の習近平国家主席が戦略核ミサイルを運用するロケット軍司令官と政治委員を同時に交代させた。習主席は31日現地時間北京解放軍庁舎で上昇昇進式を開き、王光賓前海軍副司令官をロケット軍司令官に、南部戦区出身のジョ・セイセイ氏をロケット軍政治委員に任命したと中国中央放送 CCTV が報じた。ロケット軍司令官に任命された王光賓氏は海軍出身、党権力序列205人に属する第20期中央委員のジョ・セイセイ新政治委員は空軍出身で、南部戦区副政治委員兼南部戦区空軍政治委員からロケット軍に移動した。前任の李玉兆ロケット軍司令官とジョ・チューハ政治委員は6月末から公開会議に欠席し、軍の規律検査委員会の調査を受けているという。この日、A フィナンシャルタイムズは、ロケット軍の李司令官、劉光賓副司令官、張新忠元副司令官を含む約10人の元現首脳部の所在が不明で、調査を受けていると報じた。これに先立ち、20日21日に開かれた全軍党建設会議で、習主席は軍隊に対する党の絶対的な指導力を強化する問題など、あらゆるレベルの党組織に存在する問題を解決するのに集中しなければならないと述べ、異例にも軍隊内部の問題を認めた。24日には、軍事ガバナンス全面強化をテーマにした政治局集団学習で、軍事費の管理と監督を強化すべきとし、大々的な反腐敗キャンペーンを予告した。続いて26日には、軍需調達の責任を負う装備発展部が2017年10月以降のすべての購買入札過程で規律を違反した事例を収集するとし、派閥の結成、私的な癒着、機密漏洩などに関する情報提供を促した。インチョン大中国学術院のク・ジャソン常任研究員は、ロケット軍内部で私的な派閥が摘発されたとみられるとし、戦略的に革新軍種であるロケット軍の掌握力に問題を認知した習主席が幹部をえぐり出そうとするようだと話した。習近平が持ち出す極限恣意の危険度、米国の対話路線を台無しにし、いつか来た道へ。米中外交トップは2ヶ月連続で会談したが、米国務省は7月13日、アントニー・ブリンケン国務長官がインドネシアで中国外交担当トップの王毅氏、中央外事工作委員会弁公室主任と会談し、相違点と潜在的に協力できる分野の双方をめぐり、率直かつ建設的な議論を行ったと発表した。ブリンケン氏は今年6月、
米国務長官として約5年ぶりに中国を訪問した際にも王氏と会っており、米中外交トップは2ヶ月連続で会談を行ったことになる。バイデン政権はこのところ中国との対話に意欲的だ。中国の権威主義的な体制が米国が求める民主主義と相入れないことを承知しながらも、両国の関係がさらに悪化し、最悪の場合軍事的な衝突が生じてしまうことを何としてでも回避しようとしている。衝突や危険が起きた際の自国の経済への悪影響を憂慮しているからだと言われている。米中対話は経済分野がリードする形で進んでいた。地政学的には最大の競争相手であり、価値観やイデオロギーで対立しつつも経済的利益は享受するというアプローチだ。レモンド商務長官や米通商代表部 USTR のキャサリン・タイ代表は5月下旬、米国を訪れた中国の商務部長（商務省）王文涛氏と会談した。中国を訪問したジャネット・イエレン米財務長官は7月9日、中国当局者との10時間に及ぶ会談は直接的かつ生産的だったと振り返り、両国関係の安定化に寄与したとの認識を示した。対中政策のキーワードはデカップリング（分断）からデリスキング（リスク低減）に移行しており、バイデン政権内では経済分野を中心に中国との関係をコントロールできるとの期待が生まれているが、果たしてそうだろうか。米中関係の安定化より覇権政策のバイデン政権。米国側の短期的な目標とされているのは習近平国家主席との首脳会談の実現だ。習氏は今年11月、米サンフランシスコで開催されるアジア太平洋経済協力会議、APEC 首脳会議に合わせて訪米すると言われている。現時点で米中首脳会談が開催されるかどうかは定かではないが、米国から譲歩が引き出せると判断しない限り、中国が対話に応じる可能性は低いだろう。イエレン財務長官が7月16日、不公正な慣行に懸念が残っているとして、中国製品への高関税の引き下げに慎重な立場を示したように、中国経済に重くのしかかっている米国の経済制裁が対話を通じて緩和される可能性は低いだろう。米国が中国にさらなる制裁を科すこともあり得る。デカップリングという用語を使わなくなっているものの、中国のことを国際秩序の再構築を目指す意志と力を持つ唯一の競争相手と位置づけるバイデン政権が融和的な対応に転じるとは思えないからだ。米国は自らが手にする覇権を中国に譲る気持ちは全くない。むしろ中国との国力の差を広げるために必死になっている。このような姿勢のままでは中国との関係が改善される見込みはないと言っても過言ではない。他国の脅威から自国を守る習氏の極限恣意。中国が最も警戒しているのはバイデン政権が経済安全保障を理由に中国の長期的な経済発展の基盤を崩そうとしていることだ。その典型的な例が中国に対する先端半導体関連の規制だ。これに反発する中国は、イエレン氏訪中直前の7月3日、半導体や電気自動車、EV などの材料として使われるガリウムとゲルマニウムの輸出規制を発表した。だがこれは対中依存を減らそうとする日米欧の動きを加速させるとの懸念が生じている。7月5日付、ブルームバーグ。唯一の緩衝材といえる経済の分野も不調になっている。7月14日付、日本経済新聞によれば、米国の1月から5月の中国からの輸入額が前年比 25% 減の1690億ドルとなってしまった。米国の真綿で首を絞める戦略に対し、
自国に有利な国際秩序を築く戦略を進める中国は警戒心を募らせている。習氏は最近、包括的国家安全保障という概念を強調し、経済活動全般にわたって他国の脅威から自国を守る姿勢を鮮明にしている。気になるのは、習氏が極限恣意という用語を使い出していることだ。中国の極限恣意が米国の対話路線を台無しに？習氏は5月30日の党中央国家安全委員会で幹部に対し、極限的な状況を想定した思考を意味する極限恣意を振りかざし、強風と波浪、ひいては暴風と荒波による厳しい試練に耐えることを強く求めたという。極限恣意の意味するところは、戦争に備えることにとどまらない、より有利な環境を整えるため、あえて極限的な状況を作り出すことさえ想定している。そのせいだろうか、中国は米国との軍事対話再開を拒否するばかりか、米軍機とのニアミスや米軍艦への異常接近などの危険な挑発行為を繰り返している。窮鼠猫を噛むではないが、中国の極限恣意が米国の対話路線を台無しにしてしまうのではないかとの不安が頭をよぎる。経済発展の緊密化だけでは軍事衝突を回避できなかった悲しい前例がある。